シンカーのスピードの速さを感じるなぁと、ちょっとこう意外なほどかっこいいなというふうに思いました。これで僕のね、海外の海の上で仕事したいな。はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さん、ウォッチーズ&ワンダーズ2023見られたでしょうか？私もですね、時計好きとして非常にこう毎年楽しみにしているイベントで、もうね、毎日こうパソコンに食い入るようにこう見ていたわけなんですけれども、今回はですね、グランドセイコーのウォッチーズ&ワンダーズ2023の新作時計を見せていただける機会を得たのでですね、今こちらに時計が並んでるんですけれども、一本一本ね、見させていただこうという企画です。ぜひですね、皆さんも気になっている方多いと思いますので、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、今こちらに新作の時計を並べていただいたんですけども、やっぱり1本目はなんといっても大注目の SLGC001 テンタグラフですよね。10振動の機械式クロノグラフで、なおかつパワーリザーブが約72時間あるというモデルで、このね、ハイビートのクロノグラフ機械式としては世界最長のパワーリザーブを誇るモデルということで、非常にこう機械的な進化も感じられる時計という風になってます。グランドセイコー初めての機械式クロノグラフということなんですよね。結構意外ですよね。今までね、クロノグラフあったんですけども、あれはスプリングドライブでね、なおかつオフセットのデザインだったんですけども、今回はシンメトリー、左右対称のデザインになったことで、個人的にはね、こう、より万人受けしやすいデザインかなという風に思いました。うん、どうでしょう。ハンサムじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいですよね。うん、僕、今日初めて手に取って見させていただいたんですけども、いや、これね、かっこいいなというふうに思いますよ。うん、なんだろうね。あと、文字盤のカラーが、あえてね、このね、濃紺できたっていうのがね、その辺がね、なんかこう、よりこう、気合を感じるというか、そんな気がしていいなというふうに思いました。よく見るともね、4時半の位置に日付表示の窓があるんですけども、そこもね、同じ色で揃えられてる。この辺はね、地味なとこなんだけども、ポイントは高いなというふうに思います。あとはね、エボリューション9シリーズのデザインコードということで、結構ね、地震とかね、インデックスとかも幅広に取られているので、視認性が高いなという第一印象ですね。いや、どうでしょう。タキメーターとかね、この周りのベゼルとかにもついてますけども、まあこれをつけてね、ドライブとかしたいな、めちゃくちゃかっこいいなというような気がします。大きさもね、やや大きいですよね。43ミリを超えてきますし、厚さもね、15.3ミリということで、確かにね、まあ大きくて分厚い時計ではあるんですけども、機械式クロノグラフとしては、まあ平均的なサイズかなというような気もしますね。あとはエボリューション9なので、付け心地もいいですね。どうでしょう。こう横から見て、手にね、隙間がないと思うんですよね。ピターとね、腕に沿って巻きついてるのが見て、いただけるというふうに思います。そんなことからもね、結構装着感はいいなというのが第一印象ですね。あとはこちらブライトチタン製ということで、非常にこう軽いんですよね。あとはこれ文字盤のダイヤルが岩手山のですね、パターンを用いていると。やっぱりさすがグランドセイコーのクオリティだなというふうに思いますよね。裏面はですね、シースルーになっていて、このね、ローターのところにグランドセイコー、そしてテンタグラフというふうに書かれています。中央にはね、獅子の紋章が描かれていて、ちょっとこう誇らしげですよね。ムーブメントは QSA5 のですね、まあ、派生系というか、クロノグラフバージョン、それをベースにしたということで、なんかいいですよね。白樺モデルに搭載されたそのムーブメントだったわけですけども、それからまあ約2年の時を経て、こうしてクロノグラフになって、こうアップデートして、進化、そして派生を続けていく。まあ、その辺がね、こうグランドセイコーの、なんだろうな、進化のスピードの速さを感じるなというふうに思ったモデルです。ネイビーのジャケットとも、非常にこう似合っててかっこいいなというふうに思います。はい、続いてこちらがですね、SBGE295O ですね。この GMT のモデルはですね、まあブルーと白のカラーリングのものが、まあ、もともとこう出ていて、非常にこう人気の高いモデルとしてあったと思うんですけども、今回はですね、それの白とグリーンのカラーリングですね。これちょっと意外な組み合わせなんだけども、なんだろうな、初見、第一印象は、すごくこう爽やかで、綺麗なカラーリングだなというふうに思いました。ぜひ、実物を手に取って見ていただきたい時計ですね。このですね、文字盤もよく見ると、このようにシンプルなグリーンではなくて、模様とかがね、入っていって、この辺もやっぱり、グランドセイコークオリティだなというふうに思います。GMT ということで、3地点のね、タイムゾーンを見ることができるので、海外旅行にね、よく行く方とか、海外の人と仕事する人とか、海外にね、何かこう、ルーツとか趣味を持ってる方なんかにはね、おすすめかなというふうに思います。いや、これね、意外なほど、いい組み合わせの色だなというふうに思います。あとはね、20気圧防水ということで防水性も高くなっているので、後ろはね、シースルーではなくて、硬派なソリッドケースバッグという風になってますね。手につけてみるとこんな感じです。どうでしょう？結構ね、かっこいいですね、これ。ちょっとこう意外なほどかっこいいなという風に思いました。正直ね、画像とか動画で見てる感じはそこまで刺さらなかったんですけど、手につってみると、これはすごいな。めちゃくちゃかっこいいですね。大きさはね、確かに大きいんだけども、なんだろうな、インパクトがある時計が欲しいとかね、そういった方にはいいと思いますし、細腕の人にもね、全然付け心地も悪くないので、全然いいと思いますね。はい、続いてこちらがですね、SLGA023 ですね。牛尾というですね、パターンのダイヤルのネイビーカラーという風になっています。今まではね、ブラックモデルではあったんですけども、今回はブルー、ネイビーという風になっています。文字盤はもちろんなんですけども、GS のダイバーズでは初めてのね、ブルーセラミックスをベゼルに使ったダイバーズウォッチという風になってるみたいですね。いや、これね、うわ、綺麗。なんだろう。今までの牛尾はですね、黒潮ということで、力強い荒々しい海というイメージだったんですけども、今回はどっちかっていうと、日中のですね、割とこう爽やかな海だけど力強さもある、そんな感じの海の印象を私は受けましたね。なんだろう、今までよりもこっちの方がより海っぽい、直感的に、あ、海だっていう風に感じれるモデルだなという風に私は手に取って思いました。非常にこれね、爽やかでいいですね。あ、ちょっとこれ好きかもしれない。ちょっとね、ベゼルも回してみますね。で、このね、ゴツゴツっとした見た目とは反してね、ベゼルが本当に滑らかに回りますね。まるで、なんて言うんでしょう、バターとかクリームとか、そういった形容が正しいかわかりませんが、それぐらいね、滑らかなんですよね。これ気持ちいいですね。この見た目とのギャップがものすごいです。ぜひね、これ店頭で回してみてほしいですね。あとはこの針ですね。地震とかもね、ものすごくこう幅広に取られてて、視認性が高いなというふうに思います。あとはね、ブライトチタンですかね。ということで、非常にこれも軽くなってます。はい。手につけさせていただきました。いかがでしょうか。うわ、これ爽やかだな。今日のネイビージャケットとも結構相性いいなと思いますね。これかっこいいな。ちょっと意外なほど刺さりました。爽やかだし、かっこいいし、力強さもあって。いやー、なんかこれで、僕のね、海外の海の上で仕事したいなってちょっと、思ってしまうぐらいに、どうでしょう、あんまりね、大きすぎないと思うんですよね、大きさ的に。はい、これかなりね、個人的に刺さったモデルです。はい。続いてこちらがですね、SBGA481 というモデルですね。これはですね、かなり特徴的なケース形状をしていますよね。まず他のブランドでは見られないであろうケース形状。かなり思い切ったエッジの切り方。造形をしているわけなんですけども、これはね、グランドセイコーといえばですね、獅子ですよね。その獅子の、前足、蹄というんでしょうか。それの造形をこのケースで表現したというふうになってます。どうでしょう？よく見てみると、なるほどね。確かに、この獅子の前足というような感じがしますよね。パターンがですね、特徴的な文字盤なんですけども、ここもね、獅子のたてがみをイメージしたという風になってるみたいですね。で、インデックスとかもね、非常にこう幅広く取られていて、全体的に力強い獅子のたけだけしさっていうんでしょうか。そんなものをね、感じる迫力あるモデルだなというような印象です。スプリングドライブですね。で、裏面もね、シースルーになっていて、スプリングドライブのムーブメントが見れる。このね、グランドセイコーのローターのね、このストライプの装飾、これが本当にね、虹色に輝いてて、すごいんですよね。で、これは20気圧防水ということで、非常にこうスポーティーで、スペックも高いモデルという風になっています。はい。どうでしょうか。手にね、フィット感がこれまた素晴らしいですよ。獅子のね、前足に踏まれちゃったみたいなね、まあ、そんなような感じとでも言いましょうか。かなりね、フィット感がいいんですよね。どうでしょう、見ていただいて、画面からも伝わると思いますが、全く隙間がないんですよね。これだけ、なんて言うんでしょう、まあ、大胆な造形でありながら、こういったね、細かいところ、フィット感とかもね、追求してるなというような感じが伝わってきますよね。そしてですね、こちらブライトチタンということで、やっぱりね、手に取った時に非常にこう軽いですよね。あとはこれ、このね、デザインコードって今までね、限定モデルではあったんですけども、今回はね、レギュラーモデルということで、まあね、ファン待望のレギュラーモデル化という風になったのは嬉しいポイントですよね。はい、続いてがですね、SLGA019 ということで、まあ、パターンダイヤルとしてはですね、水面と呼ばれている、まあ、諏訪湖のですね、早朝の朝の明るい爽やかな水面をイメージしたというようなダイヤルになってますね。今年の2月にですね、同じく水面ダイヤルっていうのは出たんですけども、そちらよりもこのウォッチーズ&ワンダーズで発表されたモデルは、やや明るいトーンのダイヤルということで、よりこう爽やかな印象の時計になってるかなというふうに思います。素材がですね、ブライトチタンでできてるということで、非常にこう軽くなっているのと、で、エボリューション9シリーズのデザインコードになっていて、インデックスと針とか幅広ですし、重心も抑えられていて、ブレスレットとかもね、22ミリになってるということで、ロー&ワイドなデザインというふうになってます。いや、これもね、綺麗ですよね。あとね、裏面はスプリングドライブのですね、ムーブメントが見ることができて、これまたね、グレーでマットで仕上げがされているんですけども、何でしょう、この面取りのところとかね、よーく見ると綺麗に輝くポイントとかもあってね、このマットな仕上げときらびやかな仕上げ、このツートーンがね、非常にかっこいいですよね。いや、これね、スプリングドライブのこのマットな仕上げのムーブメント、僕大好きなんですよね。あとはパーリザーブインディケーターは裏面にあるという風になってます。なので表面はね、こう存分にこの水面ダイヤルを楽しむことができるという風になってますね。おお、これはね、いいですね。やっぱ相変わらずつけ心地いいし、いや、このね、ちょっと明るいトーンの水面ダイヤル、素晴らしいですね。おお、これはいいわ。爽やかで夏場とかね、足りだと思いますね。はい、続いてこちらがですね、 SBGY026 ですね。まあ、通称花いかだというふうに呼ばれているモデルです。このね、文字盤がですね、面白いパターンなんですけども、お堀とかね、川とか、こう水辺に散った桜の花びらがね、ぎっしりとね、詰まっている、まあ、そういった美しい情景を文字盤に採用したという風になってます。で、これケースがですね、ピンクゴールド製になってるんですよね。ということで、非常にこうね、コンパクトなサイズ感、直径 38.5mm、厚さがね 10.2mm ではあるんですけども、ずっしり感とね、まあ重量感がある、高級感があると言いましょうか、そういったことを感じるモデルです。裏面はね、スプリングドライブの手巻き式のムーブメントを見ることができますね。いやー、このね、手巻き式のスプリングドライブも非常に仕上げが綺麗ですよね。いや、これね、本当にこう360度美しい時計と言いましょうか。文字盤も美しい、このね、優美な曲線を描く、ケースも美しい、そして裏のムーブメントも美しいという風になってます。レザーベルトがですね、まあ、明るいトーンのブラウンと言いましょうか、そんな感じで、全体的にね、こう温かみのある色で構成されていますよね。非常にこうピンクゴールドと相性がいいカラーリングだなという風に思いますし、このバックルのところもね、金無垢ピンクゴールド製という風になってます。いや、これね、エレガンスコレクションで、限定、100本というモデルですので、まあ、欲しい方はお早めにというとこなんですけども、この動画が公開する頃にはね、もしかしたら売り切れてしまっているかもしれませんね。というところでね、そこはぜひ、ホームページとかね、お店でチェックしていただきたいなというところなんですけども、手につけてみましょう。どうでしょうか、つけさせていただきました。まあね、 38.5mm はやっぱりいいサイズ感ですよね。私の腕周り、15.5cm なんですけども、ドンピシャなサイズかなと思いますし、薄さも素晴らしい。いやー、やっぱりね、金無垢ゴールドの時計ってね、いや最近僕すごい好きでいいんですよね。やっぱりゴールドにはゴールドしか出せない良さがあるというふうに思っていて、それをね、やっぱ身につける喜びっていうのはやっぱりありますよね。それをね、このグランドセイコーのピンクゴールドを選ぶ、それがね、非常におしゃれなセンス、なんだろう、余裕を感じる腕元だなというふうに感じます。いや、これ美しいですね。そして続いてのモデルがですね、SBGZ009 マスターピースコレクションからの登場ですね。これはですね、通称マジェスティックホワイトバーチということで、白樺林をですね、イメージして職人さんがね、手彫りでこのプラチナ製のケースに彫り込みを入れている、模様を入れているという風になってます。プラチナってね、非常にこう手彫りで模様を出すのが非常に難しいらしいんですよね。それを職人さんが一本一本丹精、手を込めてね、こう作ってるという風になってます。まさにね、マスターピースコレクションにふさわしいモデルだという風に思いますね。ただその分ね、やっぱり量産できないということもあるんでしょうかね。限定50本という風になっています。非常にこう高額ではあるんですけども、50本というね、希少性ですし、このグランドセイコーのね、世界的人気を考えれば、売り切れてもおかしくないですし、この動画が出る頃にはもしかしたら売り切れてるかもしれないので、詳しくはね、ホームページとか店頭で聞いていただければなというふうに思います。それだけのね、貴重なモデルを今私はこうして手に取ることができるというね、本当にこう幸運に恵まれて嬉しいなというふうに思います。幸運が自分に降り注いできそうな、それぐらいのね、なんかこう五光が差すっていうんですか、ありがたみを感じるオーラがある時計だなというふうに思います。裏面はシースルーになっていて、手巻き式のスプリングドライブ、裏にね、パワーリザーブインディケーターがあって、一番左下見えますかね、マイクロアーティストというふうに描かれたこうバッジがね、あるので、こういかにもね、特別感感じますよね。この SBGZ というね、この Z っていうね、アルファベットからもですね、こうマスター感っていうんでしょうか、いうのを感じますね。やっぱりね、Z って最後のアルファベットっていうことで、特別な意味を持つアルファベットだというふうに思うんですけども、いや、これね、すごいな、日光の下とかで見たらものすごい輝き方するんだろうなというふうに感じますね。こちらの白樺なんですけども、通常の白樺と違うと言いますか、モデルとなっているのがね、厳冬期、厳しい冬の白樺林をイメージしたということで、自然の中でね、生き抜く強さみたいな、そんなものをね、個人的には感じるなというふうに思います。非常にね、高価なモデル、見せていただくだけでも嬉しいモデルなんですけども、これをね、動画の前で皆さんにもね、シェアできることがなんかね、嬉しいなというふうに思うモデルでした。はい、いかがだったでしょうか。ということで、今回は Watches and Wonders 2023で発表されたグランドセイコーのですね、新作時計をですね、拝見させていただきました。個人的にね、特にどれが一番って言われると、これ悩ましいですね。テンタグラフがすごい良かったなっていうふうに思うし、あとはね、ダイバーズウォッチ好きな私であるので、このね、牛尾のネイビーダイヤル、ブルーダイヤルですね。この2本がね、特に刺さったかなというふうに思いました。ぜひね、気になる方は店頭でね、手に取って見ていただけたら、その素晴らしさがね、伝わるかなというふうに思いますので、ぜひ手に取ってみてください。もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。